僕のミステリー新聞は1985年に出版された佐藤真希子による改正者の作品。元のタイトルは僕のミステリー新聞最終号であり、1984年に科学と学習6年生の読み物特集に掲載された。2004年3月、ジャイブのカラフル文庫で復刊。佐藤真希子のミステリーシリーズ第一作。僕のミステリー。 と名付けられた作品の第一作目。後に著者がミステリーシリーズと名付けている。発表当時は社会問題であったいじめを主題とし、そこにオカルト要素を絡めながら少年の成長を描く。1980年代発表のため、当時の世相を思わせる描写が多い。なお、第五作、僕らのミステリークラブはこの作品の続編にあたり、第五作でも徹夜は、 主人公として活躍していく。この作品以降、以下のようなプロットが成立している。主人公の水島哲也は、世田谷区立赤松小学校の小学校6年生。同級生の男子からはいじめられ、女子からは邪剣に扱われる日々を過ごしている。その小学校では、学級新聞が流行っており、哲也も強制的に新聞を書かせられた。しかし、 翌日学校に行くと、哲也が書いた記事はいじめっ子の未来に関する記事に変わっており、しかも数日後記事の通りのことが起きてしまう。ありがとうございます。